駅諸島の共和制ローマの政治家、軍人、紀元前172年に執政官を務めた。ライナスはプレブスであるポピ・リウス氏族の出身である。ポピ・リウス氏族が歴史に登場するのは紀元前360年代のことである。紀元前367年のリキニウス・セクスティウス法により執政官職が プレブスにも解放されて間もない紀元前359年、マルクス・ポピ・リウス・ライナスが、氏族最初の執政官となっている。歴史に登場する、ポピ・リウス氏族のほとんどが、ライナス家の人物である。このコグノーメンは、暖炉の火を意味する、ラテン語である、ライナから来ていると、キケロは述べている。しかし、ドイツの歴史学者ミュンザーは、ヒラテン語由来の名前で、これが、 ローマで家族名に変わったと示唆している。カピトリヌセのファスティによれば、ライナスの父も祖父もプライノーメンは、プブリウスである。父プブリウスに関しては、紀元前210年に、レガトゥスを務めたことが分かっているのみである。ラナエスの兄には、プブリウスと、紀元前173年の執政官、マルクス・ポピ、リウス・ライナスがいる。ライナスは、紀元前175年に、 プラエトルに就任した。紀元前173年、兄のマルクスが執政官を務めていたが、ラナエスは年末の執政官選挙に立候補した。兄マルクスは、ローマには不在で、同僚執政官のルキウス・ポストュミウス・アルビヌスが選挙を監督したが、ラナエスは勝利し、紀元前172年の執政官に就任した。同僚のプブリウス・アイリウス・リグスはパトリキではなく、 プレブスであった。執政官が二人ともプレブスとなったのは、ローマの歴史で初めてのことである。当時マケドニア王ペルセウスと戦争になる可能性が大きく、両執政官はマケドニアを担当することを要求した。しかし、元老院はリグリアを割り当てた。リグリアは、前年の執政官である兄マルクスが過度に残虐な行為のため、非常に不穏な状況に、あ、ためである。 アニマルクスに対する告発の動きがあると、ライナスはあらゆる努力を払って、これを阻止しようとした。その後、リグリアとの和解の一環として、ライナスは元老院の代表として、ポー側の北側に、いくつかのリグリア部族を定住させた。全般的に、ラナエスの執政官としての行動は、元老院の承認を得られないことが多かった。 第3次マケドニア戦争中の紀元前169年、ライナスはグナイウス・オクタウィウスと共にギリシアに派遣された。この施設のも、悔い敵は、ラギリシアの都市国家の厳しい税負担を軽減することであった。ギリシアのローマ同盟都市が離反するのを避けるためであったが、非常にうまくいったわけではなかった。その後ライナスは、セレウコスアサ、 シリア王アンティオコス4世エピファネスから侵略を受けていたプトレマヨス朝エジプトに派遣される。施設の目的は第6次シリアエジプト戦争を終わらせシリアの強大化を阻止することであった。ただローマとしても過度の干渉によってアンティオコス4世をマケドニアに接近させたくはなかったため施設団はしばらくの間でロス島に泊まっていた。ピュドナの戦いで ローマ軍がマケドニアに決定的な勝利を得たとの報告が届くと、施設団はアンティオコス4世に軍を撤退するよう要,要求するためにエジプトに渡った。ライナスはアレクサンドリアから6キロメートルほど離れた場所でアンティオコスと会った。ポリビオスは次のように記述している。アンティオコスがプトレマイオス6世に近づきペルシウムの割譲を要求した時のことである。ローマの司令官。 ガイウス・ポピ、リウス・ライナスはアンティオコスが遠くから挨拶して手を差し出しているのを見ると自分の手元にあった元老院決議が書かれたタブレットを王に渡し、まずはそれを読むように促した。王はタブレットを読むと友人とこの要求に関して議論したいと言った。すると、ライナスは非常に無礼で傲慢な態度をとった。すなわち彼は手に持っていたドウの木の棒で、 アンティオコスの周りに線を引き、この縁から離れることなく、要求に回答するように王に命じた。ポルビオス、歴史、クシックス、27、アンティオコスは、そのような傲慢な態度に驚き、しばらく躊躇していたが、結局はローマの要求に同意した。数日後、彼はシリアに軍隊を撤退させた。 歴史学では、このような乱暴なな最後通告を国王が受け入れたことは、世界史的な意義のある出来事と考えられている。紀元前158年、ライナスは二度目の失政官に就任した。翌年に、兄のマルクスはケンソルに就任している。ライナスには二人の息子がいた。ガイウス・ポピ、リウス・ライナスは、紀元前133年に法務官を務めており、 紀元前130年の執政官選挙に立候補、下は落選した。プブリウス・ポピ、リウス・ライナスは紀元前132年に執政官に就任した。ありがとうございます。